では櫻井さん、伊集さん、お願いいたします。はい、さあオンコート注目のゲームに参ります。セミファイナルゲームはビーフマン.エグゼが登場。赤ビーフマン.エグゼ VS 東京ダイム.エグゼのゲームがスタート。はい、まあ、ビーフマンですね、前田選手の欠場により6番のリー・レンジ選手が今回入っていて、まあ、その子も入れてどういうバスケットを展開するのか、うん、そしてまあビーフマンはこう今1戦目ですからね、最初のゲームとなるので、はい、まあ、ダイムも前回悔しい負け方をしていますので、はい、まあ、どういったバスケットをお互いしていくのか非常に注目なカードです。まあ、こういったセミファイナルとなるとこう1本目ファーストシュートっていうのはどこが決めてくるのか、っていうのも非常に大事ですね。うん、いいカットでしたけどね、合いませんでした。まあ、ビーフマンの注目選手といえば25番の桂葵選手なんですけども、まあ、このガードの赤14番矢上選手も非常に面白い選手だなと思っています。まあ、東京ダイムはですね、まあ、今コート上にいる11番森本選手、71番小池選手のところでコンスタントに得点が取れるのかっていうところはすごく大事になってくるかなと、はい、思います。注目です。うん、カツラから矢上へ。はい、やっぱりビーフマンが同じ動きを2回やりましたけど、やっぱいいプレーをもう一度続けるっていうのも 3x3 の面白さなんですよね。はい、今タフショット決めましたね。決めましたね。今桂選手が2ポイント打ってましたけど、なんか前回の試合は結構2の確率が良くて、そうですね、外さないぐらいの勢いで、そうでしたよね、なんかゾーンに入ったぐらいの勢いで、はい、はい、出てきましたね、6番リー・レンジュ選手、はい、大きいですね。そうですね、去年は世界へドットエグゼで抜群の存在感を放っていたこのリー・レンジュ選手、うん、今シーズンもちろん初登場です。うん、森本選手よく決めた。いや、いい展開ですね。東京ダイムはいいですよ。うん、落ち着いてる。矢上選手はサウスポーですね、おそらく。うん。うん、今日も、うん、いいディフェンスだ。ヘアスタイルバッチリキュートに決まってます。うん、そうですね、可愛い髪型してますね。はい、なんか 3x3 の女の子たちっていうのは結構こうおしゃれなイメージがあってですね、はい、みんなこういろんな髪型、うん、カラフルなこうものを身にまとって、そうですね、はい、ヘアバンドしかり、まあ、いろんなギアも含めて、うん、このもうおしゃれも楽しんでいただくと、はい、そうですね、はいはい、私も格好から入るの好きなタイプなので、いやもうね、はい、我々も桜井さんもそうですよね、ちょっとワイシャツ着たらそう思いました。そうなんですよ、もう全く映ってないんですけど、ね、いちいちねシューズはやっぱこだわって履いてきたりとか、ね、リー・レンジ選手決めてきました。ああいう器用なシュートも打てるんですね。はい、3対3同点ですね。うん、有明選手ナイスインだ。やっぱり東京ダイムの中心っていうのはあの人なんでね。うわ、吹っ飛ばしました ね、 うん、その後自分はシュートまでしっかり持っていくっていうのはいいですね。いや、今みたいなプレーをやっぱ日本の女子の世界で見れるといいですよ。なるほど、はい、やはり海外に行くと、はい、もう受ける側ですかね、あれを私たちは。まあ、やはり海外の選手と強豪チームの選手なんかはもう基本的に大きくて、体もしっかり、そうですね、4人のうち3枚は大きくして、はいはいはい、1人1枚を小さめにするっていうところが多いですけど、まあ、でもそうですね、80以上あるのは当たり前ですね。はいはいはい、まあ、でも逆に日本は、まあ、80の子2枚とで2ガード2人っていう指定あの構成もあるんですけど、はい、まあ、でも10分間攻守ともにアグレッシブにプレーできるのは日本だけなので、はい、まあ、そこにやっぱ勝てる術が私はあるんじゃないかなと思って。なるほど、日本 の、 そのストロングポイントを利用していくという形ですね。はい、今45番の凪選手もシュート決めてきましたね。はい、この方ももう 3x3 前田選手と同じぐらい長くビーフマンでプレーをされていて、そうですね、
もう顔なじみの選手の一人ではないでしょうか、はい、森本のスコアこれで5対4、うん、1点勝ち越しはホワイト東京ダイムドットエグゼ、はい、今矢上選手が2ポイント打ちましたけどすごくこうシュートが早いですね、はい、うん、ではここで TV タイムアウトです。ゲーム再開です。小池、うん、矢上選手もよく守りました。ああいう小さい選手のね、空いた、ディフェンスっていうのはすごく大事ですからね、うん、今ちょっと桂選手パスミスをしてますけど、さっきも何回かあってちょっと今感覚つかめてないですね、はい、やっぱこういったセミファイナルになると一つのミスっていうのはすごく大きく関わってしまうので、はい、両チームともちょっとミスはケアしていきたいですね、うん、やはりこの世界でも強いチームになればなるほどミスが少ないといったところは共通なのかと、はい、正確性のあるプレーと力強いプレーというのはもう絶対ですね。ダイムいいですよ、いいプレッシャーかけてます。カツラ、うん、ナイスイン、落ち着いてる。ここはイージーバスケ、吉武が行く、うん、早い展開、これはカット。いや、お互いいいバスケしてますね。カットしたスペースに入って、うん、結構今東京大学スペーシングを意識してます、ね、はい、すごく今広くコートを使ってますよ、うん、うん、こういったボール取れないのはダイムチャンスです。有明の2、うん、やっぱりまだ来てないですね。今本人も悔しそうでしたけど、はい、あの2が来たらちょっと展開は変わってきます。ショットクロック残り5秒、リバウンドは東京大、はい、お互いここ我慢ですね。有明選手ナイスインだ、オーケー、ナイスショー、いいシュートだ、いいですね。この矢上選手と有明選手のマッチアップも面白いです。残り5秒、矢上、うん、左でスコア、今度は森本ツーポイント、いや1試合目からいいところで仕事する。9対6と3点のリード、東京ダイムドットエグゼ、今のもナイスファールですよね。はい、これはノーバースケ、はい、いや森本さん本当いい仕事しますね、はい、こういう経験値の高い選手がチームに一人でもいるっていうのは大きいですよね。現在はその森本がベンチに下がって、はい、ビーフマンここ追い上げないと厳しいですよ。大山来ましたね。コメントもたくさんありがとうございます。残り5分として10対6、はい、これを決めると5点差ですね。まあ、ビーフマンとしては焦らず1本ずついきたいですね。いいレンジ選手をどう使っていくか、うん、強いな、でも今決めたかったですね、はい、エンドワン。まあ、この追いかける展開っていうのはね、こうすごいこう落ち着かない部分もあるんですけど、一気に冷静になって一個一個点を重ねていく、はい、そして引き続きディフェンスでプレッシャーをかけていく、まあ、本当こう気持ちで大きく左右される展開なので、はい、この点差で言いますと、まあ、これ伊集さんの感覚でいいんですけど、はい、何点差つけられると、まあ、セーフティーというかこの追いつける、まあ、ギリギリのライン、うん、何点差までなら何とかいけるっていうのはありますか。そうですね、まあ、5分を切っていない状況での10点以上離れても全然いけると思うんですよ、ね、はいはいはい、10点以上でも5分あれば、はい、それなんでかって言ったら、まあ、シュート決めた後のプレッシャーとかで、はい、やっぱずっと攻守ともにアグレッシブに仕掛ければ、うん、おのずと回数が増えるので、はい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 、まあ、ただ5分切った後 の, その 10点以上のビハインドっていうのは厳しくなってくるので、はいはいはい、まあ、そういった時にまあうまくファールを使ったり、うん、プレーを止める
だから本当このスレックスリーっていうスポーツは時間と状況が常に交差し合って、それに対して選手が一瞬一瞬を判断する、もうそういったこうバスケットを5人するとはまたちょっと違う、なおかつもうハードにプレーをする。そうですね、だから見てる人もこう忙しいんですよね、ハラハラして残り何秒ってなるまで本当にわからないじゃないですか。またこのね狭い中短い時間でいろんなことが起きてますからね、ここビーフマン落ち着きたいですよ。はい、そのプレイスピードしかり、考えるスピードも非常に重要になってまいります。東京ダイムはもうどんどん攻めていかなきゃいけないですね。ここは守りに入ってはいけないと思っています。5点のリードはホワイトの東京ダイム、有明、クワー拾ってねじ込んだ、いい森本さんいいですね、この辺りの仕事っぷり。残り5秒、うまい。森本の2ターン、ビーフマン、ここはいや、ビーフマンここまずいですよ。有明選手まだ来ないですね。カツラ、はい、少しビーフマンが単独単発なプレーになりだしてきましたね、もっとボールを回していいと思います。ここで TB タイムアウトです。13対7、6点を追いかける赤、前回優勝のビーフマンドットエグゼ、ここはカツラ追い、あれカツラムーブですね。カツラムーブ、はい、よくやってますよね、あの動き。サイドです。おー、決めた。ここも森本です。いや、森本さん分かってるな、ここ分かってますか。いや、ビーフマンここ決めたいですね。やっぱりここに前田選手がやっぱ外のシュートも打てる前田選手がいないっていうのは少しちょっとやっぱ大きいかもしれないですね。タフショットになってしまっている。ビーフマンここ守らなければならないです。カーツラ、5点差、はい、残り2分40秒まだ分からないですよ。いやいや、まだ来ないですね、有明選手。わー、小池さんナイスリバウンドだ。いや、ほんとこう森本さん、小池さんが要所要所でいいバスケしますね、はい、ビーフマンは焦っています。残り3秒、珍しくミスコミュニケーションか。よく取った。残り2分、はい、いや6点ビハインド。ダイムはこれ取りに行くんじゃないですかね。21点、うわーっと動いてる。お、狙ってきた。ツーポイント、有明選手ついに来ました。カツラ、ツーが欲しい、ね、ビーフマン、ビーフマン焦ってますね。ダイマーもここ仕留めたいですよ。お互いでも足が来てます。8点のリードです、東京ダイム白、こうね10分間やり合うわけですから、オーフェンスだ。いやー、有明さんファイトしてますね。これは素晴らしいディフェンス。タイムアウトです。タイムアウトは東京ダイムドットエグゼがコール。ここで今大会のタイトルスポンサー、スーパースポーツゼビオ様よりお知らせです。スーパースポーツゼビオではただいまモバイルポイントカードのご入会をご案内しております。ご登録年会費は無料、スマホ一つでポイントを貯めたり使うことができ、会員の方にはお得な情報がいち早く届く大変お得で便利なカードです。
またただいま12月25日までに新規ご登録をいただくと 3x3.exe オフィシャルグッズが当たるご登録キャンペーンを実施しております。詳細は YouTube 概要欄に記載のリンク先をご覧いただき、ぜひこの機会にご登録ご応募ください。ゲーム再開です。残りは1分30秒。いや残り4点ですから、ね、東京大もこう21点まで行きたいと思いますよ。はい、あと4点でノックアウトです。いい終わり方をして決勝に臨みたいと思っていると思います、もうビーフマンどんどんシュート行かなきゃいけないです。うん、これはファールをゲーム、いやすごい展開になりましたね。そうですね、前回王者のビーフマンドットエグゼが苦しい展開です、はい。まあ、有明選手もね、1回戦の試合が終わった後、まあ、ビーフマンのために練習を積み重ねてきたというふうにインタビューで話していたので、はい、まあ、こう練習でやってきたことがしっかり出せたっていうことじゃないでしょうか、はい。カット、いいプレーだ。よく決めましたね、吉武選手。ここは得意のプレイ、54秒。はい、うん、うまい、森本、うん、うわ、吉武選手いいな、いいスティールしますね。先ほどからこのリバウンド、うわ、いいですね。こんなに積極的に行く森本選手、私は初めて見ました。なんとその森本選手、ここまでチームを引っ張っております。20点獲得は東京ダイムドットエグゼ。ノックアウトまであと1点。はい、これはもう決め切りますよね。決めに来るか、有明。ファウル取られましたね。はい、こういうスクリーンね、結構やっぱ取られるんですよね。気をつけなきゃいけないですよね。はい、ビーフマンも最後までプレーをしたいです。スリーポイントが落ちて、有明、森本にリターン、見事な勝ちっぷりです。はい、いいバスケでしたね。 3x3.exe プレミアジャパン2020カップ女子カテゴリーセミファイナルゲーム1、東京ダイブ .exe vs ビーフマン .exe、 ファイナルスコアは21対11、ノックアウトです。ウィナーは東京ダイブ .exe。